佐々木、忘れてるわけじゃないんだけどさ。ユージ、お前何してんだよ。箱職人。ユージ、やりたいことやれよ。わかるよ。まるで糸が切れたタコみたいにぼんやり虚空を見つめてるんだ。わかるよ。お前は今過ぎてゆく者たちをぞっとする思いで見つめてるんだ。でもここはおしまいだぞ、ジョー。もうどうしようもないんだよ。佐々木！佐々木！